メインチャンネルはディアラバです。どうもダイゴです。というわけでですね、今日のテーマはですね、仕事で舐められる行動トップ5ということでやっていきたいと思います。まあ、仕事とかどちらかというと同僚に舐められる行動トップ5という感じですね。同僚とか上司とか部下とかに舐められる行動です。でこれ舐められるとどんなデメリットがあるかというとですね、もう単純に仕事のチャンスが奪われ、そして面倒くさい仕事ばっかり回ってくるようになります。上司はチャンスをくれなくなるし、同僚は面倒い仕事を任せてくるし、部下は言うことを聞かなくなって尻拭いしなくちゃいけなくなるし、踏んだり蹴ったりになるわけですよ。でこんな人の特徴を今日はですね5つご紹介して、でこの5つのですね対策をちゃんとやってさえいただければかなりですねそういった不利な状況に社内で会社内でですね立たされる可能性が減りますので、そんな、会社内で舐められる行動トップ5ということでやっていきたいと思います。では第5位は自己犠牲が好きですね。はい、もちろん他人のために何かをするっていう貢献というのは大事なことなんですけど、貢献とね自己犠牲の区別がついてないと、かなりやばいよということが研究で実は判明しているわけなんですね。これどういうことかっていうと、人間って3種類のタイプがいて、自分が与えるよりも多くを奪い取ろうとするテイカーと、自分が相手からもらえるよりもたくさん与えようとするギバーと、トントンにするマッチャーってのがいるんですよ。でこの自己犠牲が好きな人ってのはじゃあどうなるかっていうと、このテイカーの餌食になるんですね。つまり皆さんから多くのものより奪い取ろうと、でちょっとしかくれないみたいな、そういう人たちが寄ってくるようになっちゃうんですよ。つまり自己犠牲が好きな人って人間関係悪くなっちゃうんですよ。あと社内に立場も悪くなっちゃうんですね。吸い取られるやつらが集まるんで。はい、というわけで第5位が自己犠牲が好きでした。はい、でこのテイカーの、ね、餌食にならないための方法はギブアンドテイクっていう素晴らしい本がですね概要欄の方に入ってますんで、よかったらですねぜひですねこのギブアンドテイクという本をですね読んでみてください。はい、だいぶですねギブアンドテイク読むと人間関係が変わって、しかもですねさらにいいことにですね、なんて言ったらいいんですかね、こういい人間関係ができる上で舐められないっていうのができるようになるので、ぜひやってみてください。ちなみにオーディオブックだったら今Amazon のオーディブルで無料で聞けるみたいなんで、そのオーディブルの無料のリンク概要欄に入れておきますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、続いて第4位は反対意見を全く言わないです。はい、これどういうことかっていうと、実はね反対意見を言わないで相手にそうですねその通りですねって言った方がいいんじゃないかと思う方いると思うんですよ。特に上司とか目上の人に対してはあんまり反対して波風立てない方がっていうふうに思う方いるんですが、実はねこれダメなんですよ。反対意見を言わないとどうなるかっていうと、こいつは自分のことを賛成してくれてるんだ、こいつは、ね、自分の仲間なんだって思われるっていうことは実はないんですね。反対意見を言ってで反対意見を言いますよね。で言われた相手がいやいや違うんだよ、それはこうでこうでこうなんだよ、こういうために俺はやってるんだよって相手が言い返してきます。言い返された時に、あなるほどそれなら納得ですねっていうふうに分かりますよ、この感じ。つまり一瞬自分の反対意見を言って相手に説得されてあげるってことをする方が周りからの評価もアップするし信頼感もアップするよってことが分かってるんですよ。だから最初からイエスを出しちゃいけないんですよね。いやでも自分はこう思うんですけどそれはどうなんですかって相手に聞いて、いやいやお前それ違うんだよと、こうでこうでこうなんだ、あなるほどって、あじゃあ確かにそうですねっていうふうに分かります。自分に説得されてくれる人が好きなんですよ、人間って。最初からイエスって言ってくれる人はどうせあいつイエスって言うんだから何しても大丈夫だろうと思われるんで、それで舐められて損をするわけなんですね。だから適切に反対意見を言うのが大事ということで、第4位が反対意見を言わないでした。続いて第3位は強調しすぎるんです。はい。特定の人間ではなくて、グループの意向に沿った行動を取ろうと思う人いると思うんですよ。特に日本では協調性が大事なんていうふうに教われてですね、僕ら育ちますんで、そういうふうになりやすいんですが、実はですね、協調するときとしないときのですね、比率は大体8対2ぐらいがベストだよっていうふうに先行研究で言われてるんですよ。まあ、一番カリスマ性が高いというか、まあ、会社の中でみんなから信頼されたりとか、変に舐められたりとかですね、しない人っていうのは、周りのグループに対して8割は強調するんです。でも2割ぐらいの頻度でちょっと逆のこととか、そのチームからちょっとはみ出るようなこととかっていうのを、まあ、行動したりとか言ったりとかするわけなんですよ。そうすると基本的にはグループの中にいるんだけど、いつもグループに新しい風を吹き込んでくれる人だから、あの人は重要人物だっていう感覚が生まれやすくて、それによって舐められない立場にですねいけるわけなんですよね。だから皆さんの周りにも多分そういう人いますよね。バランスよくですね、こう会社の中で上に上がっていって、変ななんかこう駆け引きとか、コネとかを使わないで上に上がっていく人って、やっぱり協調と独自性のですね、このバランスが8対2になっていることが多いんですよ。ぜひですね、意識してみてください。第3位が協調しすぎるでした。はい。続いて第2位。第2位が、ポジティブなことを言いすぎるです。はい。
って話ですよね、これね。いや、ポジティブなこと言うとダメなんですかっていう方いらっしゃると思うんですけど、実はこれネガティブとポジティブの比率、人間関係を保つためにどれぐらいがいいのって研究とか調査とかいろいろ行われてるんですけど、まあ、答えはまだ出てないんですけど、大体ポジティブとネガティブの比率はですね、ネガティブ1に対してポジティブは3以上言わなくちゃいけないということがですね言われてるんですね。ロサダ比とか言われてる方法なんですけど、まあ、これ経験則的な、ね、内容ではあるんですが、結構いろんな研究見てみると、まあそんなもんだろうねと、はい、つまりネガティブを1言うためには、あるいは1言ってしまったらポジティブを3言わないと、ね、いけないんですね。ただこれ人間関係とか友達とか夫婦関係の場合はネガティブの方が増えちゃったりする可能性あるんですけど、仕事の場合は結構相手に合わせちゃったりだとしてポジティブばっかり言っちゃう人がいるんですよ。ちなみに夫婦関係の場合は、ネガティブ対ポジティブの比率は1対5ぐらい、まあ、つまり仕事とか友達関係が1対3でいいのに、夫婦関係の場合は5ぐらいまで言ってあげないと関係が壊れるわけですね。じゃあ逆にポジティブ言いすぎちゃう人どれぐらいになるかっていうと、この比率が1対13を超える、つまりほとんどネガティブなことを言わないみたいな、そういう風になってしまうと舐められるようになるんですね。そう、だいたいこの13、ポジティブを言って割にネガティブ1しか言わないって、この比率あたりを超えてくるとですね、こいつ何も考えてないやつなんだなって思われちゃうんですよ。バカなんだなってシンプルに思われるんですね。だからポジティブなことしか言わないのはちょっとよろしくないわけなんですよ。たまには異議を唱えるってことが皆さんの身を守ることになるわけなんですね。ひいては立場を守ることになるわけなんですよ。はい、ぜひやってみてください。というわけで第2位がポジティブなことしか言わないです。はい、ポジティブなこと言い過ぎですね。では堂々の第1位、これがね結構舐められるんですよ。舐められるし本当にダメなやつの烙印を押されるんで、これ結構良くなくて、はい、第1位は何かというと完璧主義ですね。はい、完璧主義って悪いんですかっていうふうに言う方いると思うんですけど、実はね、完璧主義になればなるほど人間は失敗する恐怖に支配されるってことが分かってるんですよ。完璧主義を貫いても完璧になれる人間はいないんですね。この失敗の恐怖に支配されて結局は手をつけるのが遅くなってしまうと。でその結果ですね、周りから無能の烙印をされてしまって、やっぱり舐められるようになっちゃうわけなんですね。で完璧主義な人って最終的には完璧にチャレンジすることしなくなるんですよ。手つけなくなっちゃうんですね。だからあの人は、まあ、言っても無駄だし仕事もできないしダメなんだなってなっちゃって、なんかもうなんだろう、舐められるを超えてハブられるに近い状態になってしまうことがあるんですね。だからこの完璧主義はぜひですね、改善した方がいいですよということがですね、今日の放送の、第1位でございました。ぜひ気をつけてみてください。でこの完璧主義なくしたいんだけどなくせないんですと、優柔不断で、舐められることが多いんですって方いると思うんですけど、まあ、こういう方はですね、動画の概要欄の方に決断麻痺のなくし方って言って、もう優柔不断通り越して麻痺しちゃって物事が決められない、周りにね言った通りに決めちゃう、すぐ人に相談しちゃうって、この決断麻痺になっちゃうと結構やばいんですよ。でこれをなくすためには完璧主義の対策をしないといけないんですね。でこの完璧主義対策のテクニック、概要欄の方あるいはコメント欄の方から見れるようになってます。ぜひですねチェックしてみてください。あとはまあほら、ね、舐められる人の特徴として、言いたいことがちゃんと言えなくてモジモジしちゃって、で結果的に舐められるってパターンの、ね、方もいると思うんですが、これもですね実は喋るのが苦手でもね、言いたいことって言えるようになるんですよ。非言語トレーニングって言って、実はその言葉じゃなくて人間で態度とか仕草とかそういうもので多くのものを伝えられるんですね。だからこういう言いたいことが言えない人っていうのは、言葉が苦手だと思うんだったら非言語で攻めるってテクニックもあるんですよ。こうするとなんか相手に明確になんかこうね、イチャモンつけるとか文句を言うってことをしなくても、こうなんか異議を唱えることができるんで、喋りが苦手って方はこれなんかもおすすめですね。まあ、というわけで、そんなですね、言いたいことが言えない自分を変える非言語トレーニングもですね、概要欄の方、あるいはコメント欄の方から見れるようになってます。ぜひですねこちらも合わせてチェックしてみてください。それでは、今日もありがとうございました。ぜひですね概要欄コメント欄の方から D ラボでお会いしましょう。バイバイ。